和田役の渡辺亮です。価値観不明図裁判長役の土屋一です。この作品の魅力、見どころ、はい、どうでしょう。結構ずいぶん昔に書かれた1940何年、大正10年とか設定はね、そうそう、ずいぶん昔、100年近く前に書かれた作品で、はい、ドイツ人の方が書いたっていう、これがやっぱり大きなポイントになってるんじゃないかなと僕は思います。はい、僕もそのカイザーさんというんですけれど、そのカイザーさんから見た日本のその視点というか、まあ、ある種日本の本当に時代背景ちょっとそぐわない部分もあったりもするんですけど、でもそこになんかエスプレッソのように凝縮された要素がすごい抽出されているので、そこがなんかこの作品の独特な見どころだと思います。なんか日本人の人には書けないんじゃないかなと、まあ、そんなこう偉そうなこと言えないですけど、でもそんな感じがしてて、なんかそれはやっぱりね、五ノ井さんもそのこの作家さん この本質を捉える力みたいなことは話されてたんですけど、この中で描かれているその、ね、ベースにあるその当時の日本の貧困とかね、なんかその政治とかその権利とかっていう問題っていうのは全く本質が変わっていないから今も変わっていないようなところもあるし、それを見事に捉えてなかなかできない作品なんです。そのね、なんだろう、はい、日本人が日本人のために書いたではなくて、海外から見たもうちょっとこう俯瞰して、なんか改めて自分たち日本人がこういう価値観を持ってるんだなっていうのを、なんか外からの目ですごいなんか突きつけられてるような作品になってると思います。はい、ご自身の役どころ。はい、僕の役どころは兵卒田中の、戦友である兵卒和田をやっております。まあ、その兵卒っていう部分がそんなに出る作品ではないんですけど、でもその分、その時間2年なり3年なりっていうその、時間が体現できるように、まあ、作品がちょっと俯瞰的というかちょっと独特な視点があるので、そこに結構血の通った人間を出せればなっていう、そのポジションとして頑張れたらいいなと思っております。はい、僕はそうです、田中を、刺し殺して、その後刺し殺されて田中刺し殺されて、その後田中を裁判で裁くという、そういう割と極端な、はい、役どころをやっております。何かその本当にその体制だとか権利だとかっていうものの、まあ、ある種象徴的なところもあるので、そこら辺がなんかその裁く側として稽古で見てると、やっぱりその結構ステレオタイプの裁判みたいなことではなく、なんか独特の空気感であったり、なんかこの人たちはどういうつながりを求めてこれを行っているのかなっていうのがすごい見どころになるんじゃないかなって思っています。時代的にもね、はい、なんかこう裁判のあり方がやっぱり今とちょっと違うし、それで多分これからまだ立ち稽古になってないけど、これから演出のされ方がきっとその具体的なことをあんまり描いていかない、台本上に沿って描いていかないようなところがあるので、それも楽しみです。はい、ボイスコットでプロデュース兵卒田中、2月3日土曜日から14日水曜日まで吉祥寺シアターで上映いたします。ぜひ見に来てくださいなど一言ぜひ見に来てください。お願いします。